こんにちは、ポプランです。今回の動画は、悪魔湧き、タイムアタックです。雑魚の抵抗はこんな感じ。前半は弱点にばらつきがありますが、後半は、霊気に弱点が集中しています。特攻も、悪魔を選んでおけば、OK かな。ということで、霊気 100%、悪魔特攻を組み込んだ。こんな感じの武器で、雑魚湧きを進めようと思います。ボスの抵抗はこんな感じ。悪魔特攻付きのイグノア武器で、イグーイグーすれば問題なしですね。ただこいつには、えげつない特徴がありまして、男性キャラのみ、攻撃を反射してきます。素の男性キャラでは、まず張り付いていられないくらい痛いです。なので男だとバレないように、魔法などで変身することを、おすすめします。ちなみにポプランは、このボスのために、男を捨て、女になりましたですわ。ということで、そろそろ、タイムアタック、始めていきましょう。スタート。よし、自分は北側の方に行きます。マイケルさんは祭壇中央あたりで陣取っておいてほしいですね。で、3巻き4巻きぐらいになったらさすがに祭壇近くは一人じゃきついだろうから、まあ、誰かフォローして行くみたいな感じ。あとはまあ弱そうなところを衛星クライアントで見て、おお早い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 ですよ。1分半で1脇終わりました。もうあれもうね、1脇の敵なんかも無視ですね。無視。ナイスバイトさん、早かったですよ。1脇1分半で終わりました。あとは正義ですよね。正義が誰か、バイトさんかな。
3巻き 4分、ちょうど4分ぐらいで3巻きですね。よし、もうこっちも勝負だ、 N1 かけちゃえ。5分、あと3分。あ、4巻きになった。危ない。ここら辺 N1 怖いですね。お、これでもいいんじゃないですか。いいペースじゃないですか。これあっという間に多分ボス出てくると思うんで。今5分半。これみんな本気だ。ありがとう、こんな遊びに付き合ってくれてみんな嬉しいです。よいしょ。あ、もうボス出てますね、ボス出てますね。正義が来ないかも。このまま倒しちゃう？このまま倒しちゃう？6分台出るよ、このまま倒すと。このまま倒すと6分台出ますよ。6分40秒今。あ、来た。倒しちゃうよ。倒しちゃうよ。はい、ストップ。すごい。6分台出ました。6分47秒。すごいですね。まあ、ギリギリ7分台かなと思ったら、思ったより早かった。これはやばい。それでは次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。